今まで、たくさんやってきたと思うんですけど、はい、やってきた趣味、今までやってきた趣味はブレイクダンスと、はい、あとちょっとやったのがドラムと、はい、スケボーと、まあ料理も趣味で料理やったな。あと一番やばいなと思ったのが、うん、もうウクレレを弾いて平井大になりたかったっすね。ちなみにウクレレどれくらいやったんですか？ウクレレは1ヶ月ぐらいでやめました。ああ。何が一番才能あったと思う？は一番長く続けてたのはダンスですね。あ、ダンス長かった。ダンス長かったですね。まあ途中ダラダラしてた時もあったんですけど、やっぱ5、6年ぐらいやってましたね。そんなブレイクダンス以外のジャンルもちょっとやってたんで、ちょっとやってました。何やってたっけ？あ、クランプみたいなやったっけ？いや、最初はロックと、あとポップもちょっとやってましたね。あ、そうなの？はい。だいぶやってきたね。いろいろやってましたね。ギターとかもやってなかったっけ？ギターはやってないです。あ、ギターやってない。はい、ギターが難しそうなんで、ちょっと弦が2本少ないウクレレにしようかな、みたいな。はい、そんな感じです。まあ、そんな感じね。OK、ありがとうございました。はい。